リトプセラスです。じゃあまあサマーソニック10のステージの感想ということで、はい、今日みんな最後だったと思うんですけど、はい、どうでしたか？今年はですね、はい、まああとあれだ、去年ね、あの同じアイランドステージに出させてもらったんですけど、はい、去年はもう始まる直前にすごい土砂降りで、そうでしたね、まあ、そのおかげもあってですね、雨宿りがてらうちのステージにたくさん人が集まってくださったんですけど、はい、今年はあの解散を決めたということですね、ちょっとあの物珍しさもあったのか、たくさんあのお客さん集まっていただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。何かしら理由がないと人が集まらないですでもいっぱいのお客さんありがとうございました。今日見てくれたオーディエンスの皆さんにメッセージを。はい、まあ、あのビートクルセイダーズ3回いたしまして、みんなお面を脱ぐわけでございますけれども、はい、誰だこいつとはならないように頑張りますんで、ぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。はい、他はないですか皆さん。はい、今日のね、お客さん の, あの欲しがりっぷりがすごいあの気持ちが良かったんで、はい、どんな感じで、これからもですね、やっぱり音楽をね、欲しがって、どんどん音楽探してください。よろしくお願いします。じゃあ、いいですか。はい、はい、ビートクルセイダーズはなくなっても、おま不滅でございます。言っちゃったね。ノーミュージック、ノーライフ。タワーレコーズ。